そして明治5年には興福寺は廃寺となりました。当時、ね、奈良に来ました知事さん、あれが目だわれだということで興福寺の五重の塔が売りに出されました。25円という説もあるし何両という説もあるんですが、売りに出されて買った人は何が目的かといったら金物が目的だった。焼いて金物を取りたかったんですね。しかしそんなの焼かれた日には地域住民は困るわけですよ。風でも吹いたらもう火の粉が飛んでえらいことになる。どうぞそれだけは堪忍してくださいと言って焼くのを免れました。ねえ、そういうことになりましたね。